さてやってまいりました。ハードワーカーの大西でございます。今日もね、私一人で、ダブルスのね、講座をやっていきたい。いや、切らんといてください。ほんますぐ切るでしょ、森戸さんおらんからって。いや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 、それなりに私もね、勉強してね。まあでも誰が言うかっていうのも大事。いや、まあ今日はほんま聞いてください。今日も、はい、前回のなかなか良かったでしょ。はい、ということでね、今日も頑張っていきたいなと思います。で、普段私森戸コーチとダブルスを組んでて、まあ攻めのパターンね、どういう攻めのパターンがあるのか、そしてよく使うのかっていうのをね、前回は縦ロブを上げられて、その間にね、中に入っていくという練習をしていきました。で、今回もね、あの前に入るパターンっていうのをお伝えしたいなと思うんですけど、今回はアプローチ、はい、これサーブする人森戸さんね、はい、サーブあんま上手くないですけど、で、まあ、そのいらんこと言わんでいいですね。サーブを打って、先に相手がまあリターンで前に入ってきたっていうシチュエーションですね。で、この時に森戸さんはあんまりサービスダッシュしないんですよ。まあ、せんことはないですけど、あんまりしないです。パターンとしてはここで、1本ストロークを打って中に入るっていうケースもありますし、サーブを打った時点でちょっと中に入ってるということもあります。はい、まあ、どっちにしろですね、私はいつ攻撃してやろうっていうふうに常に考えてるわけですよね。で、最初だからサーブポジション的には、まあ、私前ですよ。ここ私ね、前、青にしておきましょうか。メンズなんで前で、クロスに打ってで、前に上がってきた、この時点で私は下がりますね。はい、で、この段階で、まあ、1本ここで森戸さんがストロークを打つわけですね。で、もうこの時には仕掛けてやろうと思ってます。どう仕掛けるかっていうと、まあ、森戸さんの配球にもよりますけど、まあ、こっから結構ここからの配球が絶妙にうまいですよね、森戸さん。あんまり浮かすってことなくて、だいたい一本、まあ前衛にこう触らせたり、ここのバックに配球したりっていうケースが多いですね。もうこれは私逃さないです。で、打ったらもうここからバッと入りますね。サービスラインとネットの間ぐらいまでバッと入ります。はい、で、これを噛みに行くっていう感じですね。だからポーチを仕掛けるっていう感じ。まあ、センター付近に飛んでくれれば楽勝で取れますし、まあ、この辺りまでは守備範囲ですかね、頑張って取りに行きます。で、もちろん、ここに入ったということはステールゾーンもあるんですよね。ステールゾーン、この辺りですね、ステールゾーン。もうここはステールゾーンですね。はい、この範囲に飛んできたボールを確実に仕留めるということですね。で、ここからここはだいぶ難しいですね。よほど浅いところにボールがバウンドしないと、こっちに打つのってなかなか難しいですね。ちょっとでも甘くなると私触れちゃうんで、はい、ということでここを捨てるっていうシチュエーションで、この人前衛の方のフォア、ここからここも打てんことはないですけど、相当難しいです。で、だいぶ詰めてるんで、ある程度のところまで取れたりします。だからこの攻め方は非常に多いです、私。はい、だからここで無駄に森田さんが上がってくるのを待つとかしないんですよね。もうここで精度の高い足元とか打ってくれてるわけなんで、もうこれに対して速攻で仕掛けます。はい、もう攻めるっていうのができるだけ もつれたところから攻めると、これはなかなか難しいんですよね。早い段階で攻めるというのがすごい大事です。1本目で、まあ、仮にサーブ打ちました。で、ちょっと中に入っているパターンもあります。ここで森さんがハーフボレーとかボレーでさばくこともありますよね。これに関しても森さんあまり浮かさないんで、沈めてくれるであろうっていう予測を立ててグッと入ったりします。まあ、仮にここの配球が浮いてしまったら、ちょっと行きかけますけど行かないっていうだけの話なんで、ポジション的にはやっぱりそんなに、中途半端な位置は立ってないわけですよね。起点はあくまでこの守備的な位置から
森さんの配球の予測があって、でこれはやっぱりちょっとね、あの打った瞬間にちょっと入ったりするんですよね、実際は。あ、入っといて、森さんが打つ瞬間にグッと入って、で、甘かったらもう一回戻りますし、グッと入っといて、で、本当にいいところ行ったなと思ったら、ここからさらに入るっていう感じ。こういうパターンを多く使います。これが仮にストレートのここに配球したとしても、私はもうしっかり詰めますね。グッと。森さんが来るのわざわざ待たないです。こんな感じでやってますかね。はい。ということで、サーブを打ったりとか、まあ、相手が先に上がってきた、相手が先に上がってきた、このストロークの1本目に対して仕掛けれるのであれば、どんどん仕掛けていくっていう感じ。だから当然、あの味方がボールを打ってから詰めようとする、その、このボールに反応するっていうのはちょっと難しいんで、まあ、ある程度、あ、多分足元落としてくれるであろうっていう予測があった上で、ぐっと入ったりしますね。はい。で、入らないパターンっていうのは、これはね、ロブ上げた時のパターンですね。縦ロブ上げたら基本的にはあんま入らないですね。やっぱりスマッシュとかバックのハイであっても、やっぱり打点が高いんで、もう一回上に上げ返してきたりとか、っていうのがあるんで、そこまでボールが浮いてこなかったりしますよね。パーンと打ってきたり、逆にちょっと低いところで触らせる方がボールが浮いてきたりするんで、その時に大体この辺に打った後に詰めるっていうケースが非常に多いですね。で、やっぱり攻めるということは捨てるということなんで、この捨てるっていうのはめっちゃ大事です。これをなんか、あ、こっち抜かれたらどうしようみたいな、全部守りながら行っちゃうと結局センター抜かれたりするんで、これはもう極端に寄ったらいいかなと思います。で、まあここまで行くと森田さんも こっち寄るんですよね、実際に。ちょっと寄りながら、様子を見ながら、で私がこうグッと行った瞬間にチェンジをするっていう感じのパターンです。だから動きをはっきりしてあげることによって後ろの動きもはっきりするということなんで、だから全員は攻めるときはもう迷わず中途半端に攻めるんじゃなくて、こうやって思いっきり攻めてあげるのがいいかなと思います。まあ、今日は、まあ、こういう感じでアプローチに対して、中に入っていくパターンっていうのを解説しましたんでね、ぜひ、まあ、ちょっとボレー戦になると分が悪いであったりとか、まあ、先に平行陣取られてポイント取られてるっていう方はこういう感じで前衛が仕掛けてあげるとよりいいのかなと思います。ということでね、今日はこれでどうですか皆さん。ちょっと真面目に解説をしたんですけどね、はい、これ全然男子の私だからできるっていうわけではなく、皆さん全然できると思うんでね、はい、こういうパターン攻め方があるというのをね、知っておいていただければと思います。ということで今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。もう勝ちます。よっしゃ、頑張ろう。